あ、ズームの方ありがとう。こんばんは。やっほー。よいしょ。こんばんは。どうも。こんばんは。こんばんは。今日は料理配信します。料理配信。2度目の方ありがとう。こんばんは。そういえば一緒に服汚れちゃうから、こんばんは。ちょっと今お米炊いてるんだね。とりあえず作るかな。いっぱい作っとこう。明日も飲めるように。とりあえずお味噌汁を作って、うん、焼き芋投げた。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。しまない。しまった。味噌汁、味噌汁ができてから肉のケチャップ炒めを作ります。うーん、2度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。今お味噌汁作ってる。こんばんは。カメラ変えてない。ライトかな。うん、つけないとすごく暗くない。そんなことない。暗そうだからつけてる。こんばんは。お味噌汁の具はちょっとわかめしかない。いや、家にちょっとね、わかめしかないんだよね。わかめです。わかめだけです。シンプル。こんばんは。ちょっと今太巻きお味噌汁、いちご入れるんだ。やだよ、いちごの味噌汁美味しくないよ。2度目の方ありがとう。あ、そう、前髪切った。お前にはしなかったけど、さっき切った。さっき前髪切ってさ、準備とかいろいろしてたら、カメラの場所とかいろいろしてたら遅れちゃった。ごめんね。うん、久しぶりだな、この携帯の画面のさ、携帯の画面のこの感じ。いつもパソコンから売ってるから、ギフトが読めないな。アーリンさん、もりもりいちご、ありがとう。ありがとうございます。声めっちゃない人。よいしょ。大丈夫そう。スマホだと色味綺麗？嘘。いつもウェブカメラでやってる。ウェブカメラも普通に画質良くない？そんな？
もうちょっと見にくいのコメント。いやさ、スマホでやってると、スマホじゃないパソコンでやってるとさ、コメントもあのギフトのさやつも両方出せるのね。スマホ押さないと出てこないかな。研究会仕事してる。これレンズフードのライト照明。こんばんは。どうも。お米あと10分で炊ける。高速炊きにしたから早いわ。こんばんは。こんばんは。どうも。こんばんは。初見さんコメントありがとう。こんばんは。初物の方ありがとう。うん、地球さん100回目の方もありがとう。1回目のこと読めてない人いないよなぁと。見にくいね、スマホのコメント欄。見にくい。こんばんは。どうも。こんばんは。お、130万ポイントいってる。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。こんばんは。まだ沸騰しない。味噌汁できてから作りたいんだよな。豚肉の味噌汁できたて熱すぎて飲めないから。一応50個お届けしました。ありがとう。ありがとうございます。今日の服どこ。今日の服もメリージェニーのですね。メリージェニー、今沸騰待ち。初物の方ありがとう。こんばんは。お味噌の具、お味噌の具はわかめだけ。わかめだけ。見える、見えるよ、見えるけどコメントがすごいちっちゃいから見づらい。ここまでいかないと見づらい。なんかさ、2度目の方、初物の方の100回目とこのさ、後ろが黒の背景でさ、こう黄色オレンジみたいな文字でちょっと透けてるからさ、ちょ見づらいんだよね。づらい。こんばんは。どうも。やほー。よいしょ。うん、待って、換気扇つけてなかった。ちょっとうるさいけど。うるさいかも。料理できるの。できるよ。その難しいのはできないけど、簡単なのちょっと。二度目の方ありがとう。こんばんは。こんばんは。何を作るんですか。お味噌汁と豚肉のケチャップ炒めお寿司に。お寿司に行ったことない。逃げるから。ちょっと沸騰してきた。もうちょっとだな。結構おにぎりにするんだっけ、ご飯って。普通にお茶碗にするんだっけ。おにぎりだっけ。だからでもさ。こんばんは。どうも。二度目の方、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。どうも。こんばんは。
おじさん100回目の方もありがとうございます。暑いからお寿司もいいな、行きたくなってきた。お寿司もいいね、最近食べてないの。お寿司、お寿司とか、200投げました。ありがとう。ありがとうございます。そば、コーラ買ったから。コーラ。今何待ち中？お味噌汁の沸騰待ち中？こんばんは。初おもりの方、2度目の方へと、もう少しかな。わかめは乾燥わかめ、あとわかめ、私が作ってる服はワンピースですね。米あと5分だ。ゼロカロリーじゃない、普通に。ほら、すごい、もう全部投げたよ。ありがとう、ありがとうございます。たくさんミニイチゴたくさんありがとう、ありがとうね。ふとしてきた。やったね。何です、
来ない。チャーハン作んないよ。味噌汁も。なんでこの味だな。固まってるっぽい。あ、お米炊けた。味噌飛んできた。初めのティオだね。普通のティオ。初めのティオ。すみません。初見さんコメントありがとう。これでいくの？見てるか。いつもの方に2度目の方ありがとう。うん、ホームありがとうございます。
豚肉お昼に使ったあまりの入れて、418人ありがとうございます。ありがとう、初めての方だ、ありがとうございます。少しだけど平干し投げ逃げ待ってよ。ありがとうございます。ありがとうね。豚こまだから切らずにいっちゃう。豚こま。きついかな。よいいっぱい作る、作り置き。明日も食べる。油じゃない、普通の油。そんな油です。いつものここにいらないのかな。どう、こんばんは。まるに待ってよってある、よく分かってない私も、なんだろう。多分生姜焼き、違うよ、違います。生姜焼きは切るとある。これはケチャップ炒めにします。ケチャップ炒め、あ、芸人さんで安いの知らなかった。いつもの方に挑めるとこんばんは、どうも。スパイスたくさんありそう、家にスパイス全然ない。
ないです、そんな凝った料理しない簡単なやつしか。こんばんは。食材肉です、今日は一日白とこれ。やめ、あ、もう全部ない、ユニーク。卵とかもないし、使い切っちゃって。何ですよ。取ってこなきゃ。そんな作れることないで。16個前にした入れて、16個前に詰めて。こんばんは。カメラ変えてないよ、多分光の関係かな、違って見える、変えてない、いつもと一緒です。耐えながら料理、耐えながら料理したことないよ。いい香りしてきた伝わってる、そっちはね、匂い伝わってます。いつもと、いつもと違い、可愛い、おいつもって言っとけよいつもと違い、最初持ってきておいたらやりなしかない手料理だからね、見かけた。味付け、入れるかな。全部入れるのは絶対。
しら。初見さんコメントありがとう。こんばんは。よいしょ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 。薄気するな。着いた。いい匂いしてきた。フォローありがとう。ありがとうございます。何髪長い。ちょっと伸びてきた。もう肩つくぐらい完全に伸びてきました。やってるご飯食べに行けど。いってらっしゃい。うん、ラスさんとマイチゴありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。もりもりいちご見てなかった。グランチさんもクマイチゴありがとうございます。もりもりいちごもありがとう。グランチさんクマチャタさんももりもりいちごありがとう。ヒロジさんももりもりいちごありがとうございます。フロマンさんもありがとう。暑いな、ちょっと。うん、カズカメトさんクマイチゴとは2つもありがとう。ありがとうございます。クマイチゴありがとう。ありがとう。ありがとうございます。スタートで書きます。手で書くで、紙ありがとう。今日買ったムズ419人だ。お、今日買ったムズ419人ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、みんなありがとう。ゆうと甘いめちゃん残ってごめんね。ちょっとあっちにしたらいいの、このさ、タイムはい、タイムラインじゃないかなんだっけ。あの、コメントのやつ、両方映るやつにしたらいいな、ギフトも。そういうことか、コメントだけ。ちょっと味見していい？ちっちゃいの食べていい？味がわかんない。もうちょいか。いや、もうウロハン食べに行くの、行かなくてもいいですよ。本当？でも後で買いとく。あと薄かったらしい。もうケチャップがないの。こんなにないと思わなかった。こんなになっちゃった。1本丸折るなわけないでしょ。違う、もうあんまなかったんだよね。こんぐらいしかなくて、ここぐらいまでしかしちゃって、あんまなかった。ケチャップ炒めだからいっぱいケチャップ使うんだけどさ、少なかった。スタンスさんですか。二度目の方ありがとう。買ってくるケチャップ忘れそうだから。こんばんは。どうも。もうオイスターソースね、持ってないの私。これオイスターソースだよ。ブスター。わあ、4位だ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。
ありがとう。ありがとう。だ。やだ。ありがとう。いい感じかな。あっちにちっちゃいやつはどこだ。入れちゃおうかな、待ってる、出てこないか、もう蓋、キャップ外してるじゃん、ほぼ入ってんの。足りた、もう一応大丈夫だけど、ちょっとケチャップさ、ほんのちょっとだけ残ってたから全部入れた。マジいい感じだった。二度目の方、あつもの方、ありがとう。こんばんは。こんばんは。みんな、ミニイチゴもありがとう。ありがとうございます。輸血するよ。ケチャップだから。されてもめてはそんな可愛い料理にしないで。多分いい感じ。じゃあ、うん、いい感じ。さあどうしよう、おにぎりか普通にお茶碗に寄そうか、どっちがいいと思う。どっちでもいい。ミニイチゴもみんなたくさんありがとう。ありがとうございます。どうしようかな。寿司がないよネタ。お寿司のネタ。おにぎりにする？おにぎりじゃない。ご飯。こう映ってる。いい。ちょっと待って、そっちに持っていて。あっつ。
持ってきたけど、どうしよう、暑いよ暑くて逃げれないよ、暑いよ、どうしよう。冷蔵庫に一瞬入れるもありかも。ちょっと入れるから。味噌汁見せたらこぼれそう。お味噌汁だよ、お味噌汁。暑いけど、なんかね、タオルってあるの、フリア、布巾。暑すぎて野菜ない、買ってない、めっちゃ逃げるぞ。ロなんでこんな逃げるぞ。ロープ暑いね、やっぱ木に入れて、
こめっちゃ握りづらい。キツキツでやっちゃったかな、閉めちゃったこれ。だからもっとゆるくやったらいける。おにぎり具なんも入れてないです。普通におかずがあるからめっちゃ握りづらいんだよ。なんでだ。いや、ついてる。ちょっと暑い。明日の朝のおにぎりお願いします。ちょっと暑すぎて握れないです。暑すぎて握れない。塩入れない。暑いよ。はい、おにぎり。いい感じだよね。これもおにぎりにします。暑いね。暑いね。ちょっと暑すぎる。こんばんは。こんばん。握りづらい。ラップが急遽すぎるのかな。ちょっと緩める。2個ちょっと大きいかな、これちょっと大きかったかな。まあいいか。これがちょうどいいね。1個ちょっとこっち大きいね。そう、ちょっと減らす。ちょっと多いかも。暑いよ、うん、握り。よいしょ、いい感じ。おにぎり、これ乗せていこう。うん、すごいだ。せっかく暑い。強いよみんな。あー、下がっちゃった。でもおにぎり完成。ちょっと持っていこう。これ持っていってカメラを移動させて向こうで食べますね。持っていきます。
ごかな、向こうに。よいしょ、ちょっと待ってて、動かします。待ってて、よいしょ、このまま手で隠して行こう。お箸、よいしょ、よいしょ、よいしょ、つけたままだ。まあ、いいか。ちょっと待ってね。そろそろ。おいしょ。ちょっと。よいしょ。ちょっともうちょっと待って。カメラまでつけてる。いい感じかな。ちょっとさ、エプロンつけたままだった。エプロン。よいしょ。ここどこ？いや、見て、これさ、これ。ダインするクッション、ここに上がってきた。座れるように、よいしょ、熱食べよう。二度目の方ありがとう、こんばんは。暑い。よし、ご飯、うん、おにぎり。ご飯中はコーラ飲まない。水、おにぎり。暑かった、さっきめちゃくちゃ。と、よいしょ、豚肉のケチャップ炒め。どう、ちょっとお味噌か、ちょっと待ちよ。とお味噌汁、お味噌汁、うん、カズさん、クマイチゴありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いつもの方、二度目の方、ありがとう。やけどしてない、大丈夫。ご飯食べようか、まず。おにぎり。16個も入れた。わかる？こっちの方から。入ってる。いただきます。美味しいよ。とやばい子。山本のちょっと逃げ通りそうになった。山本のお米、そう、山本さんのお米、この前のお米イベントでいただいておくめんです。このお皿さ、ちょっとレンチしたらさ、曲がっててさ、気に入ってるから作ってるけど、めっちゃ曲がっててさ、ちょっと倒れやすいんだよね、気をつけないと。2度目の方やと、気に入ってるの、このお皿、スイマーのお皿で。スイマーも今店舗ないからね、店舗があった時に買ったんだけど、曲がっちゃったりんちんしたら。ケチャップ炒め食べよう。
きます。ケチャップ足りた。ケチャップ炒め好き。なんかお母さんが作ってくれたお弁当とかに入っててよく。二度目の方ありがとう。ママ。花の上にね、花の上にご飯食べてください。やば。どんなリクエスト？美味しそう。いい感じにできた。美味しいケチャップ炒め久しぶりに食べた。これにね、ナス入れるのも好き。今日はちょっとナスないけど、ナス入れるのも美味しい。ケチャップとウスターソースだけの味付けだけどめっちゃ美味しい。実家でもおにぎり食卓になります。家で、いやおにぎり出たことない、はい、ないですね。ふりかけ何が、ふりかけはおかか。今度は魚料理。魚家であんま食べない。食べないんだよ家でも。パンツァムの方に、飲めの方にはどう。食べれるようにしてほしい。ケチャップ炒めめっちゃ簡単だよ。全部目分量目分量だけど、豚肉炒めて料理酒入れてケチャップとウスターソース入れるだけ、終わり。めっちゃ簡単これ。2度目の方ありがとう。フォローもありがとうございます。ありがとう。あれ BGM はその時ない。それがと分かんないスマホから。いつもあれね、パソコンで配信してたよ。パソコンは BGM つけてるけど。初見です。初見さんコメントありがとう。隠し味ないよ。ないよ。ないない。お寿司ものもわかめいっぱい。美味しい。
許可たまず読めてなかったね。許可たまず420人、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。うん、暑いいや、エアコンつけてるけど暑い。スマホはシュワシュワ羽生レモン流せない、多分流せるとは思うんだけど、うん、流し方がわからない。あとスマホからあんま発信しないからいいかなと思って調べてな。そんな時にあれですか、今までの番号だけ教えてもらっていいですか。番号も8どうの。お前髪切りました。前髪だけ今日切った、さっきあとは切ったな。せんひろありがとう。8どうです。まあ、適当な番号言ってるだけだけど、初見です。初見さんコメントありがとう。2度目の方もありがとう。美容院行ってない、美容院行ってない、自分で前髪だけ切った、前髪だけ。うん、ねえねえさん、いや、もりもりいちごありがとう。うん、くまたかさん、レインボースターいっぱいありがとうございます。ありがとう。二度目の方、つぼの方ありがとう、ありがとうございます。いちご料理、いちご料理じゃない、おにぎりとケチャップ炒め、豚肉のケチャップ炒めとお味噌汁です。なんか通じるな、なんかじゃ始まったな。はちきそうな数字なの。よかった。じゃあめっちゃ適当に言っただけだけど。うん、ほらありがとうございます、ありがとう。ありがとう。うん、2度目の方もありがとうございます。小姫におにぎり見せびらかす、小姫はおにぎりを知らないからいいんだよ、いいの。現在4番人気、おお、いいじゃん。この枠さ、10時までの予定だったんだけどさ、今49分無理だな。ちょっと延長しようかな。
あと10分無理よ。いつものグーディア洗濯中ですか？いつもの？いやもう洗ってる、洗い終わってる。でも今日はこれ着たワンピース。ゆっくり食べない、ゆっくり食べます。お口に詰め込むのだ。お米、あ、お米の粒は確か25個余裕だね。一個返しとく。なんでサランラップなの？おにぎり握ったから。楽のが握りやすいし食べやすいじゃん。だからまた向かるんだよね。味噌汁冷めちゃうな、食べなきゃ。おいしい。わかめによ、初めて言われて。お疲れ様です。お疲れ様。初めの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうも、二個目。おいしい。けど、いやけど大丈夫そう。めっちゃ暑かったよ。うん、年末ありがとう、いっぱいありがとうございます。幻さん、ありがとうございます。赤は似合うは分からない。おにぎり似合う。似合う。おにぎりはまさに見える。美味しいよこれ。ごめん。ちょうどいい硬さ。どんな配信投げ逃げ、ん？投げ逃げ失敗してたらまた5位。そう、また5位になっちゃった。強いよみんな。わかめ好き好き、ピチピチって CM して。わかめ好き好き、ピチピチ、初めて聞いた。わあ、カレットオベトさん、ん？二つもありがとう。クマイチゴタワー、クマイチゴタワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとうね、いっぱい食べたらまた書きました。ありがとう、ありがとう、いっぱいありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。やっと夜ご飯食べに行けそう。いってらっしゃい。ありがとう、いっぱい、ありがとうございます。お礼にいちご入りの絶対嫌でしょ。いちご入り美味しくなさそう。冷えてきちゃった。早く食べないから。
こんばんは、2度目の方ありがとう。こんばんは。てか目かわいい。目ありがとう。何があるの。いちご、いちご大福入りおにぎり。いちご大福入りおにぎり、いちご入りおにぎりじゃなくて、ちょっとちょっとやだな。夏物の方ありがとう。コラボありがとうございます。ありがとう。なんかもう配信しだすで出てかけられない。忙しいな。めっちゃ忙しい。うん。米の量増やしました。嘘。変わんない。一緒。一緒です。いちご煮とかあるの？いちご？どっかの県のいちご煮っていうのがあった。いちご、いちご使ってないんかい。使ってないんかい。アワビとウニのお吸い物がいちご煮？なんでいちごっていうの？それは。いちごないのに。二度目の方ありがとう。こんばんは。アビとウニ一緒に食べるとイチゴ味になられちゃう。知らんけど。知らないの。アビとウニイチゴの味になるの本当に。味噌汁の具はわかめだけ。家にわかめしかなかったから。うん、料理だ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。やった。ありがとう。キュウリとハチミツのメロン、あ、なんか聞いたことあるかも。本当に？やったことある人いる？本当に？信じてないんだけど。うん、よかった。まず421人、ありがとうございます。ありがとう。初めてだ。ありがとうございます。ありがとう。いちごに乳白色のセロに沈むウニの姿が浅木の中に霞むのいちごのように見える。あ、だから、そこで見た目がいちごっぽいから。初めてわかった。わかめ使った時わかめだらけになりません。あ、乾燥わかめ。あ、確かにめっちゃさ増えるもんね、量。初めてなった時あるかな。
かんない。でも初めて使った時さ、えこれで本当に足りるのと思ったけど、めっちゃ増えてる意外と多かったみたいな。プリンにしようで、プリン、あ、それも聞いたことある。やったことある、みんな。プリン、プリンと醤油、まあ、それも信じてないけど本当にと思ってる。食べたことないんだけどさ、本当になるの。23時から料理配信してくれないの？23時から？もう作れるものないよ何作るの？アボカドに醤油、あーマグロっぽくなる。それは食べたことあるわ、美味しい唐揚げ？お肉ない。そう、揚げ物大変だからダメだよ。うん。九月むず。422年、ありがとうございます。ありがとう。4ヶ月連続、ありがとうございます。ありがとうね。プリン醤油はウニの味、あ、しないの？しないんだ。ただそうやって言われてるだけなのね。バニラアイスと塩でめっちゃ辛いし、あ、なるの？聞いたことあったけど、それ聞いたことあるようなないような。ほらプリンがウニより好きなんで塩はかけない。え、わかる。そう、なんかさ、聞いてもさプリンだけで食べたいから、なんかチャレンジしないでる。プリンめっちゃ好きだからさ、普通にプリンで食べた。お腹いっぱいになってきた。ごかわ団子まだ残って、ごかわ団子もう残ってない。全部食べました。眠くなってきて、まだ眠くないよ。うん、ちょっと蜂蜜はミスター、ミスターあげっこ時間だったから間違いない。ミスターの実行って何？なんでそれ。団子にしようでしょ、団子に当たり前じゃん何言ってるんだよ何だかミスター実行なんだよ。味噌とオレンジジュースでリンゴジュースの、リンゴジュースになるとかならないとか。え？チャレンジする勇気ないな、それは。美味しくなさそう。食べ終わったら眠くなるかな？大丈夫よ。普通にリンゴジュース飲むの、確かに
初夢の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。それ初年後ですもん、名前。確かに。アニメ化されたのも多分生まれる。うん。ないだもん、同じ。あ、そうなの？そのこと。アビフライの練乳が出来上がった。アビフライの練乳がきやばそう。美味しくなさそう。ケチャップ炒めは完食した。あとお味噌汁。確かに洗い物もしなきゃ。あとだ、もう6分で10時までとか言ってて無理だった。料理配信やっぱ時間かかっちゃうね。初夢の方、二度丸の方、ありがとうございます。食べ終わったら洗い物してくるかな。新鮮いちごどうぞ。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。料理配信すっかり忘れてた。今日久しぶりにやった料理配信。初オムの方、二度目の方、ありがとう。あのもらったお米でね、ちょっと食べかけだけど。まず洗い物始まってからちょっとやろうかな。洗い物ためないなら、まあたまによくためちゃうけど洗い物。お昼食べたやつさ、ためててさ、配信前に洗ってた。ちょっとめんどくさくなってためちゃってた。そう、山本さんのお米10キロ。自分だ。あとお米をこれだけ。うん、3位から5位のポイント接戦する。確かにみんな張り抜いてない。うん、写真、初見さん。上のコメント見ちゃった、写真で。初見さん、ハートありがとうございます。ありがとう。山本の声もらって、これは山本さんのお米届いたやつ、今食べてるやつ。
それに十六穀米入れてる。混ぜた。二度目の方ありがとう。こんばんは。食べた。こんばんは。どうも。水。外食。おにぎりも全部食べた。外食。お味噌汁も飲んだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よいしょ。リップリップ。大きかったし、お米の量結構あったんです。一個のあれ多かったやつちょっと減らした。あのさっき握ってる時に多いなと思ったから結局ちょっと減らしたい。なんかおにぎりにしてるとちょっとサイズよく分かんなかった。どのぐらいかお茶碗で炊いてる時の量が分かんなくなっちゃう。2度目の方、ゾムの方、ありがとう。そうだ、カルトムタさんのやつ、今書こう。メモ帳とペン持っていきます。よいしょ、あ、ちょっと、あ、ずらしちゃった。立ち上がりづらい。このクッション。よいしょ、ちょっと待ってて。にじん弁当のデラックスナスの辛味噌炒め弁当にしてしまった。美味しそう。ナスの辛味噌炒め美味しそう。夜ご飯今からダメになってた。立ち上がれなくなってた。食後のデザートないよ今日。お腹いっぱいだ。オリジン弁当食べたことあるよ。今日何日だっけ。今日25か。チキン南蛮が美味しかった。チキン南蛮しか食べてないんだけど。あ、チキン南蛮とあのさ安いノエル弁あるじゃん、あれだけ食べたことある。美味しかった。お疲れ様です。初見さんコメントありがとう。お疲れ様。初音門の方、二度目の方へと、瀬戸美人さん、はじめまして。初見さんコメントありがとう。こんばんは。モップくんだ。アバターがモップくん好きだよ。
メッシーさんのチーズまみれポクミョン、チーズまみれ、え、そんなの出たの？絶対美味しいじゃん、チーズまみれなんて。いつもさ、ポクミョンにチーズ入れて食べるから美味しそう。私の出たんだ。チゴー初見です。初見さんコメントありがとう。こんばんは。アデトミトさん、クマイチゴタワーたくさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。4つも4つだよね。ありがとうございます。たくさんありがとう。いちごいちごありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。初音の方ありがとう。こんばんは。近くで見ると悪くないでしょ。きっと昨日のやつもそんな悪くないはずだよ。今までのいちごの見るいちご、これちょっとなんかどこみたいだね。これ、あとこれとこれ、これちょっとなんかどこみたいだね。つぶれいちごみたいな割といいんじゃない。今日のこれだ、一番いいかもしれない。今日のはいい感じ。いや、まね、いちごこのメモ帳に残ってるやつでしょ。音がいい ASMR だ。初音の方ありがとう。こんばんは。こんばんは。何時に終わろうかな。おいちょ17分早いね。早いね。なんちゃらどんぐり、いちごです、いちごです。どうしようかな。また23時から始める予定ではあるんだけど、うん、配信スキル変わらず、そう、23時からまたやろうと思ってる。ちょっとだけ休憩の時間に洗い物とか終わらしちゃって、うん、うん、初見さんハートのギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。うん、でも5位との差も詰まってるからな。今4位でどうしようかな。何時までだろう、どうしようかな。夏山の方ありがとう。休憩時間生まれない。お皿が洗えればね、いいや。お皿洗って今これ三脚使ってるんだけど、三脚ちょっとしまいたいから、それしまえればいいかな。30分か40分ぐらいに終わろうかな、一旦終わって。また後で23時からやろうかな。仮眠しない、しない。仮眠したら無理よ、きっと起きれないよ。そんな気しかしないから。まあ3位に近づいてるのも事実だし、悲観することも確かに。5万5000ポイントただ3位と思う。ありがとうございます。こんばんは。今19分じゃあ30分から10分って言って間取って35分にしよう。35分いけて、35分になったらランキングで終わろうかな。まあ待て、配信しよう、ちょっと
リップ薄いかな。そんなことない。うん、いい。こんばんは、どうも。やっほー。こんばんは。今日の玉、今月一かわいい？ほんと？ほんとに？あれがいい感じ。さっき配信前に来た。前髪血色がいい今日。なんかパソコンでやるとね、なんか若干白くなっちゃうんだよね。なんだかわかんないけど、ちょっとわかんないし、っていうの仕事難しい。2度目の方ありがとうございます。ありがとう。初オムの方もありがとう。不思議ね、ゲーミングチェアに座ってるとオタク感出る。え、嘘？出る？あれゲーミングチェアじゃないんだよ、一応普通に普通のデスクチェア、普通のやつ。ゲーミングチェアはちょっと入んないから、机の幅的に普通の椅子なんだよ。あれデスクチェアなんですよ。ゲーミングチェアにしようと思って調べたんだけど、幅がでかすぎて、ゲーミングチェア諦めました。本当はそっちにしたかったんだけどね。うん、中身さんレインボースターありがとう。ありがとうございます。ありがとね。うん、え、普通の普通のデスクチェア、ゲーミングチェアじゃない、普通のデスクチェアです。ゲーミングチェアってめっちゃ横幅が大きいんだよね。無理だった。無理だった。うん、初見さん流れ星ありがとうございます。ギフトありがとう。大きいデスク買うべし、大きいデスク買うか、買い替える、どうしよう。うん、こんばんは。ちゃんと寸法考えてるね。なんか狭くってさ、幅が62ぐらいしかないのかな、確か椅子しまうところの幅がそんぐらいしかなくて、62ってだいぶ狭いじゃん。今使ってる砂幅が60なのだから、ほんとギリギリ入るぐらい。左右1センチぐらいしかさ、あの隙間がなくってギリギリなんだよ。だからゲミグチャー買っちゃったら絶対にしまえないからさ。大心配になっちゃう。ゲミグチャーとエペもっと上目指せるのか、椅子で変わるのか、変わる椅子で変わるか、部屋を大きくするしかない。それ引っ越すしかなくなっちゃう、大変よ。ゲーミング座椅子あるの、そんなの座椅子。うん、ミニイチゴいっぱいありがとう。ありがとうございます。変わらないと。初音の方ありがとう。ゲーミングチェアもらえるイベント、ゲーミングチェアもらえるイベントは今んとこなさそうだね。10時間座ってても腰痛くない？あー、ゲーミングチェア？確かにそんな感じなのかな。ゲーミングチェア
可愛いのとかもあるからさ、ゲームグチは欲しかったけど無理だった無理だった。こんばんは。パンダさんくれる？パンダさんブランケットまだだからな。ブランケットをさ、ブランケットパンダさんまだ二度目の方ありがとう。こんばんは。いろんな色でゲーミングチェアね、可愛いのもいっぱいあるな、形とかも。まだ来てないですね。ブランケット聞かなきゃいけないんだけど、まだ聞いてないよ。問い合わせ。ブランケットが買えたわびに椅子もくれる、最高じゃん最高じゃん。それだったら。アンサーマンの方ありがとう。こんばんは。どうもやっほー、久しぶりだな、このスマホで配信してんの。もうちょっと近づけよう。よいしょ、見づらい。むしろ椅子だけください。人をダメにするグッズ。あ、これ？今座ってる。見える？これ。人をダメにするクッション。これ。座ってます。初アムの方ありがとう。こんばんは。どうも。今日ホゲやばいかも。やっとアプリで見れる？アプリ？ダメになった？これさ、さっき一応座ってさ、ご飯食べてたらさ、ずっと立ち上がるとき めちゃ立ち上がりづらかった。初見です。初見さんコメントありがとう。こんばんは。どうも。もうかなりインドの多分にゃクッションの効果は聞かない。クッションでこれめっちゃいいね、めっちゃいい。パチンコ屋の映像は長時間座っててもお腰痛くなる。あ、そうなの？そうなんだ。ふかふかみたいな感じなの？ダメになってた、さっき触りすぎて。これめっちゃいいね。こうもうちょっとさ、大きかったらさ、長かったらこういう四角くってさ、座るのはちょうどいいんだけど、だからもうちょっと長かったら寝れそう。高級車のシートで配信してる人すごい、そんな方いるの？確かにテアプスの特に立ち上がると膝の筋力がすごい、ちょっと立ち上がりづらくてさ、さっきダメタムかい、ダメタムダメタム、新しいワード出てきた。以上。体感鍛える、これね、体になるクッションね。クッションもう一つもらっちゃいな。クッションもう一つもらったらちょうどいいかもね、足に置けばさ寝れちゃうわ。あつおの方、二度目の方ありがとう。こんばんは。どうもこんばんは。外出しないから足腰衰えて、えでもね、外出た時はね結構歩くよ、歩く。まあ、近場に買い物とかだったらあんまだけどさ、お出かけちょっとお出かけした時とかめっちゃ歩く。ご飯食べるとクッションにグデーってしたくなりませんか？え、わかるわかる、初詣の方ありがとう。こんばんは。コメントもありがとうございます。初見さんありがとう。ダメタブが進化しちゃう、もう一歩も出なくなっちゃうかもしれない。外にそれやばいな、やばすぎるな。それやばすぎるよ。進化しちゃう、ヌーボー、
ヌーボー歩くの大丈夫。え、ちゃんと歩いてる歩いてる。今日はちょっと歩いてないけど、ちゃんと歩いてる。ご飯食べた後眠くなる。眠くなるけど今日は大丈夫。まだまだ大丈夫。あとで洗い物もしなきゃな。うん、初見さん、またハートありがとうございます。ありがとう。これから眠くなっちゃうかな。まあ寝ないけど、配信の今はもう寝たら食べきれない気しかしないから危険すぎる。部屋の中歩き回るの。部屋の中はそんな歩き回ってないけど、でもいろいろなんか洗濯物したりとか洗い物したりで、まあ動き回ってやるかも。眠くならないように何かの振り起こし振り起こし、スクワットして、スクワット、全部嫌そう。ハムスター、何がハムスター、こんばんは。どうも。酔っ払って歩けなくなった人を台車で運んだ。台車で台車で運んだの。すごい。一曲披露してくれるの。でもスマホはね、ちょっとねカラオケ配信できない。私イヤホン持ってなくってできない。スマホはちょっとできない、持ってないのよ、イヤホン。パソコンでするときにするね、カラオケ。初めの方ありがとう。こんばんは。どうも。2度目の方もありがとう。32分、35分になったら思うから、32分、ありがとう、教えてくれて。早い、あっという間。焼きそば作ってきた。いいな、美味しそう。焼きそば好き。最近食べてない。よいしょ。洗い物しなきゃな。めんどくさいけどやらなきゃな。ポクミョン食べたの？ポクミョン買わなきゃ。ポクミョン食べたい。台車で運んで会社でその人の席、台車で運んで会社でその人の席に運びました。本当に大変でした。台車で運んでるの面白いな。どこでも走るよ。ただただ部屋で走らないのね。部屋では走んないよ。洗い物してあげたい。してくれる？料理するのはいいんだけどさ、洗い物めっちゃめんどくさくない？なんかお菓子作りとかもだけど、お菓子とか特に、お菓子とかはさ、なんか洗い物が多い。普通の料理より、ご飯作る料理洗い物多いからさ、カヌレ作る時なんかもうカヌレの型の一個一個洗わなきゃじゃん、大変よ。洗い物だね。こんばんは。どうも。使わないから洗い物専門。洗い物専門やってくれる？バイト洗い物してたからクレーならない。そっか、洗い物、みんな意外と洗い物そんなのね。あ、食洗機は使ったことないよ。ない。冷凍食品が一番楽だよね。レンチンする、確かに。レンチンしてさ、食べて、なんかもう容器も一緒になってる人ってそのまま食べてさ、捨てるだけじゃんね。一時的な問題だったみたい。そしてこのエラー仕事でたまに見ました。参加条件がアバター所持が参考以内のルームとか
どうぞ。なるほどな。はい、ゾーンの方ありがとう。食洗機か、食洗機っていいの？でもでかくない食洗機、置くスペースないんだよね。うん、35分、ありがとう、教えてくれた。チョコレート作る時も洗い物、いや大変よ。チョコレートとかさ、お菓子とか作るんだけど、その油分が多いものって洗うのめっちゃ大変じゃん。カヌレの方もさ、あれ焼く前にバターを塗るのね、カヌレの方に。えだからあの洗うの大変なのよ、落とすのが、バターの油汚れ大変。油、チョコレートもだけど、チョコレートもさ油分多いから全然落ちないし。じゃあそろそろランキングを見ようかな。13位からランキング見ます。13位、ひろじさん、ありがとうございます。12位、けんせいまきしさん、ありがとうございます。11位、もっさん、ありがとうございます。10位、ねえねえさん、ありがとうございます。9位、ティンさん、ありがとうございます。8位、アーリン1996さん、ありがとうございます。7位、カザとマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。6位、ヤスさん、ありがとうございます。次、5位、まぼろしさん、ありがとうございます。4位、テクテクさん、ありがとうございます。次、3位、グランツさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が風富人さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうね、ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様でした。もぐもぐ食べてるお弁当。ありがとうございました。初詣の方ありがとう。ありがとう。料理配信見に来てくれてありがとう、みんな。ちょっとだけ休憩して、お皿洗いして、また後で配信あります。また後で23時頃からする予定です。また、すぐ後でするので、よかったら見に来てください。よいしょ、また後でですかね、また20分後ぐらいに配信するので、よかったら来てください。食器洗い配信、食器洗い配信はしない、もう洗ってくる、急いで。そう、一旦バイバイ。また後で。ご飯とかも冷凍して小分けにして余ってるから。じゃあまた後で23時頃からの配信ね、またすぐ。じゃあありがとうございました。またね、また後でバイバイ、ありがとうございました。またね、また後で、またバイバイ。